松本真一は日本の実業家、プロ野球チームの応援団長。毎日オリオンズ毎日大英オリオンズ、東京オリオンズロッテオリオンズ千葉ロッテマリーンズの応援団長として知られた。20代の頃に毎日オリオンズの試合を見てオリオンズファンとなり応援団を結成して団長となる。以来五十年以上にわたって毎日大前東京ロッテのほぼ全試合を観戦。 応援した。1970年に観光会社を立ち上げる際、当時の永田正一オーナーから許可を得て、オリオンズ観光の名を付けた。同社は、松本新一の死後も、代表取締役を松本正雄に引き継ぎ、東京都足立区で観光業と自転車駐輪乗業を続け、看板の社名ロゴにはかつてオリオンズ球団が用いていた、社自体のオリオンズを用いていた。 1988年の10.19でワロッテが第一試合で近鉄に逆転負けを喫し、不甲斐ない試合内容にあの負け方はなんだ。2戦目は意地を張れ、投撃を飛ばした。1997年に近藤昭人がロッテ監督に就任した時には1960年の日本シリーズで大マヨリオンズが太陽ホエールズに0勝4敗で敗れ、 対応の一番打者だった近藤が日本シリーズ MVP を獲得したこともあり複雑だったという。稲毛新聞2004年6月号。稲毛新聞社。2017年4月11日閲覧。現在のオリオンズ観光のサイトでは1967年創業1973年設立となっている。竹の塚駅前の本社敷地で営業。 オリオンズ観光月決めだけの塚屋内、駐輪場だけの塚駅だけの塚、東口駐輪場社員旅行、ツアー企画、団体旅行のことなら、東京都足立区のオリオンズ観光株式会社、2015年10月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、ありがとうございます。